はいどうも、FX オリガルヒの皆様。今日は日曜日なんですけどもね。えっ、ー、と、今週16日から始まって20日までに終わる今年の第3週についてちょっと占っていこうかと思います。まあ占いといってもね、別に網田口をするわけではないんですけども、テクニカル的な占いですからね。はい、ご覧いただいてるのが月足ですけども、この3ヶ月圧倒的な売りトレンドですよね。大きな陰線があって、 まあ、それよりもちょっと小さめの陰線があって、さらに小さい陰線があってということで3つできてますえ。この下落の流れってのは、まあ最初はね、介入などがあった強制的な引き下げだったんですけども、その後、もう本格的なね、トレンドと、あと、あれですよね、世界各国の金融引き締めとかがあって、いつまでもね、財政出動を 無条件にしてるわけにはいかないということで、だんだん経済の立て直しを図っているところだと思います。まあ、それに合わせるように、私たちの戦っている FX 相場も、えー、急速な上昇からですね、えー、下降へ転じて、まあ、これによって半値戻しは完了したかなってことですよね。じゃあ、週足を見ていきましょう。この圧倒的な売りトレンドの中、週足はどうなっているかというと、改めてですけど、ヘッドショルダーの完成ですよね、これはね。こっから登ってきた NG が、 ここで肩を作って、頭を作って、三本線を透過して、肩を作って、はい、ここまで来ましたと。あと一個山ができるかどうかわかりませんけども、結局はヘッドショルダーが関節の方向に再びなっていくんではないかろうかということで、週足の方を、まあ、売り圧力強めというふうに見ていっていいんではないかろうかと思います。特に先週ですね、一週間、第二週目ってのは圧倒的な5円も下落しましたからね、すごいですよね。 はい。じゃあ、それでは、デイリーの方に行きますよ。デイリーは、例の三角形がもう完成して久しいわけなんですけども、そこからさらに、この半年前に作った3つのプライスを抜けてですね、売りトレンドがさらに加速して下圧力になってきました。えー、結局、第2週目の最終日も、売りの方で、だいぶね、えー、利益が取れたんではなかろうかってとこです。どちらにしましても、冷やしはずーっと売りだって言ってましたから、迷ったら売りでよかったわけなんですよね。今後もその流れは変わりません。 迷ったら売りです。で、4時間ですけども、ここもですね、ご覧いただいているようにダブルトップが完成して、えー、下の方本来はね、あの、高根県でダブルトップが、あの、本来なんですよ。でも、この安根県でダブルトップが出て、で、一旦もたもたしたのは、やっぱり安根県のダブルトップだったってことでしょうね。で、結局は下に下がっていって、ネックラインも超えましたよってことになります。まあ、ですんでね、 あの、お話何回かしていたんですけども、ここを超えたらセルで入る。これをめがけてね、やってくださった方もいたんではなかろうかと思います。えっ、ー、と、利益を多くの方が、このブレイクポイントで取ったと思いますよ。心当たりでね。セルの方で取れたでしょう。やっぱりでかいですよ。1円とか2円とかこれで取れるわけですから、バカでかいと思います。はい、じゃあ最後なんですけども、まあ、こんな流れですよね。えー、もう遥か彼女ですよね。ここで連勝組んだのが。<laughs> そこかららいくらこんなに動いたわけですよ。ということでね、今後もこのセルの流れっていうのは、もう圧倒的に変わりませんので、126円とか125円を見る日も近いと思います、ちなみに私の場合、145円を抜けた時点で、125円までの20円のロングの、ね、ポジションを取ってますんで、ここでまたね、今年一番の利益を早速取っていけるんじゃないかなと、北斎園でます。 もちろんここで全決済して、ちょっとデカめのね、利益を確定してもいいかなと思いますんで、あの、長期の,あのトレードってのがやっぱり大きな利益を生むんですよ。今皆さんね、1時間でトレードの練習をしてくれてますけども、これができるようになったら1週間軸とか、中には1ヶ月軸みたいなのを挑戦していただいてね、それこそ時間の余裕をしっかり持って大きな利益。 っていう形を取っていければなと思います。今1時間でやってるのは、私は個人的な自分の利益を1時間で取っていこうっていうところも、まあもちろんあるんですけども、それ以上に皆さんに1時間を攻略してもらうっていうふな、FX で言うとね、入り口に入ってるような段階なんですよ。テクニカルで1時間が攻略できると、今度はね、月曜日に入金して金曜日に決済するっていうふな、この週足とか、 それから、月の初め、1日に入金して、で、月末に引き下ろすみたいな、月足とかっていうのもいけますんでね。そうすると、本当にね、あの、トレードの機会っていうのは、数回なんです。月に数回で、数十万とか数百万みたいなのを狙っていけますんで、そこまで来るといいかなと思います。もちろん、冷やしっていう感覚も忘れちゃいけませんので、あの、さすがにね、月に数回のトレードだと、トレードの感覚鈍ってくるんで、そういう意味で言うと、今度はね、こういうふうに、 デイリーの1時間軸でのトレードってのは、皆さんと一緒にこうやってね、考えていく機会を持つっていう意味でも、私自身が頭をこうね、鍛え続けるっていう意味でも、これからもなくしていきませんので、ついていってほしいと思います。はい、次なる段階を希望する方には、この FX オリガルヒをしっかりとやっていく中で、週足や月足も一緒に取り組んでもらえますからね、遠い将来にそういうことを考えておいてください。えー、それでは引き続き第3週も売りで入ろうかと思います。それでは。